佐藤屋さん、ショコラでございます。実は3、4日ぶりぐらいに車に乗ります。若干の緊張がありますね。そんな今日はちょっと連休中なんですけど、ブックオフに行ってちょっと勉強をしようと。だからこれはずっと僕の悩みなんですけど、参考書みたいなものっていうのはブックオフでなかなか 60%、70% ぐらいの金額で出されていて、まあそれでも安いからって言って物体としても本っていうものを所有しようと思いますけど、結局 iPad に入れた方がね、結果見るんですよね。でもそうすると高いしさ、非常になんか難しいんですよね。で一応その、僕は何でもそうなんですけど、買ったらなんか意欲ってなくなるんですよね。買うまでの意欲っていうのがものすごい高くて、実際買ったらそうでもないみたいなことがよくあるんですけど、ちょっとその現象にならないためにですね、どの本を買おうかなっていうことを吟味して買ってすぐに、まあ、その参考書を開きながらパソコンを開いて作業ができるようにパソコンは持ってきています。なんですぐ直帰をせずにね、サイゼリアとかが空いてればいいんですけど、連休なんですよね。でも喫茶店ってね、ちょっと高いじゃないですか。なんかサイゼで食べれるドリア300円がね、喫茶店行くと800円ぐらいしますから、なんかもったいないなとかね。最近東京はものすごい過ごしやすい日が1週間ぐらいも続いてるのかな。すごいですよね。一気に秋になりました。全然今でも僕は半袖短パンで生活してますけど、でもちょっとお店とか入ると肌寒い、なんかそんな時が多いですよ。でね、まあこう秋に近づくと毎年恒例行事的にね、家の近くの公園が伐採作業を行うわけですよ。その伸びきった道路にはみ出してしまってるこの雑草たちをバッて切るわけなんですけど、それをするとですね、僕の住んでいるマンションに虫たちが逃げてくるわけです。昨日の夜帰ってきた時もですね、直接的にそのなんか被害は受けてないんですけど、もう明らかにすごいでかいポケモンぐらいの大きさなんじゃないかっていうぐらいね、本当にこれぐらいのガ、あの壁にビタって跳ねくっつけてるのガですよね。これぐらいの大きさのガがいたんですよ。なんかベージュですごい気持ち悪くて、わかんない、生まれた時のそのガが卵で生まれるのかどうかもわかりませんけど、それがもうダチョウの卵みたいに大きいのか、はたまたこうあいつらには寿命がなくて、なんかもうそこの主みたいになってて、そんだけでかいのかどうかわからないけど、すごい嫌だなと思いましてね。その時期になりますと、この車のところにもちょっと影響ありまして、僕のね、駐車場の隣にポールが立ってるんですけど、そこを通るときに2日じゃ大丈夫なんですけど、長い時1週間ぐらいずっと車に乗らない状態が続いてますと、そこのね、そのポールとこの車の隙間を歩くとですね、蜘蛛の糸を感じるんですよ。なんかうわ、やだな、気持ち悪いなとかって思ってて、で運転してるとなんかこの辺とかになんか変な動いてるものが見つかるなと思ったら、ちっちゃな蜘蛛がいるわけですよ。で僕虫大嫌いなんで、わーってなってこう危うく事故になりかねないと言いますかね。できるだけちょっとその車を動かさないと蜘蛛の糸をね、ちょっと吐かれてしまいますから、それが怖い。今日も実はですね、その車に乗った時に蜘蛛の糸はなかったんですけど、このガラスのところにちっちゃい蜘蛛がいまして、外側に最初気になりましたよ。僕もあれ、これ内側外っていうね。でも案の定外だったんですけど、なんかずっとこのガラスのところをね、歩いてるわけですよ。避難してってるわけで、いわゆるそのこっちに入ってこないでよっていう気持ちなんですね今。ただその窓はしっかりガッて閉まってるから、そっから入ってこないにしても、この窓のところをちょっと後ろに行ったらドアがありますよね。ドアのそのフレームのね、ギリギリのところっていうか、あそこって雲全然入ってこれる隙もあるじゃないですか。そっから実はもう中入ってきてますみたいな感じになってたら、一刻も早くちょっと車を出たい。多分ね、その本当にちっちゃい雲なんですよ。そんなのビビってマジこいつやばいやつだっていう風に思うかもしれないですけどね、嫌なんですよね虫はね。さすがに小指の爪以下のやつはすごい自分を奮い立たせて、できるぞお前はっていう風に言ってね、変な話、例えばそれを小指の爪以下のやつをティッシュ1枚で倒せるかって言われたら、正直倒せないんです。だけどティッシュ5枚使えば倒せるんですよ。わかりますかねこの感覚ね。
難しいところなんですけどね。これからは多分今その道路のところとかね、今緑がある感じで映ってると思いますけど、そういうところを普通に歩いていてもなんか毛虫とかね、垂れ下がってくる季節になりますよ。いや僕はその春夏秋冬どこが好きっていう質問に対しては、毎回冬っていうのは寒い方が暑い時より全然いいっていうのもありますけど、まず第一に虫がいないからなんですね。で冬が好きっていうと冬寒いじゃん、じゃあ春とか秋の方が好きなね、そのいわゆる適温だし過ごしやすいじゃんっていう人も多分いると思うんですけど、まあ、一理あるわけですよ。この寒かった時期に若干こう暖かくなってきた春って気持ちいいよねとか、その暑かった夏が涼しくなってくるこの今の時期のこの秋がいいよっていう、それはただ単純に気温の話じゃんっていう話であって、僕からしたら春は花粉症もありますし、その虫もどん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 出てくるわけですよ。で秋は秋でさ、この冬眠を前にね、蓄えておこうって欲張りな虫たちがいっぱい出てくるわけで、虫のこと考えたら冬が一番過ごしやすいわけですよ。この辺とか怖いですね、大きい木がいると。たまになんかアリのさ、羽がついたやついるじゃないですか。ああいうやつがたまにフロントガラスをね、ものすごいスピードで駆け上がるわけですよ。羽使えよって思うんですけど、そういうアリたちは多分こういうね、大きい木から降りてきちゃったのかなとかっていうことも考えるんですけど、さあというわけで今日はそんなお話でございました。ブックオフ終わりにまだ日が残っていればちょっと撮りたいなとは思いますけど、微妙ですね。今が4時50分です。そんなブラドラでございました。なんか喉がおかしいな雲が口の中入ったかな。はい、それではショコルでした。また明日、ごきげんよう、バイバイ。